前みたいな生意気な女を見てると教えてやりたくなるんだよ。何を？所詮女は男に守られ従うしかない生き物だと。うっせえな、お前らが黙ってればいいだけだろ。賢くて一番強い女を探しに来たんだ。お前もどうせやられるなら強い男がいいだろう。ふざけ！この変態！その子を放しなさいよ！じゃあ代わりにお前が相手になる。いいわよシャル。強い女がいいんでしょ。俺に抱かれたいのか。ええ、そんな返事じゃわからねえな。どうか私を抱いてくださいだろ。その前に貴様の首が飛ぶぞスレ。んだよ、からかっただけだろ。そうは見えなかったが、先代が草葉の陰で泣いてるぜ。今の王は俺だ。王の命令を聞けない司令官はいらない。へいへい、東野様はお優しいことで。何度も怖い思いをさせてしまってすまない。許せはしないだろうが、全てのナスラ人がこうだとは思わないでほしい。
女に頭を下げるなんて王としての誇りが汚れるぜ。女だ男だという前にお前は人としての心を学んできたらどうだ。その調子ではお前に嫁は来ないぞ。俺の嫁はそいつに決めた。は？勝手に勝手に決められるものではないと何度言えばわかるのですか、スレン。これだから平民の出は困るのです。ノール、てめえ。バカにされたくなければ相応の振る舞いをしなさい。あなたを司令官に任じられた先代も草葉の陰で泣いていますよ。いちいち嫌みったらしいやつだな。失礼。いちいち注意しなければいけない鳥頭が相手なもので。大丈夫ですか。野蛮な真似をしてしまい申し訳ございませんでした。お前まで女にこびるのか。私は王の意志が正確に伝わらなくなるのが嫌なだけです。そんなに嫌ならもっと早く来いよ。時間に遅れたのはお前だろ。あなたが集合時間を間違えただけでしょ。もしやお前、俺を。もういい。今は説明が先だ。桃屋様、どうぞ。まず前提として、お前たちには選ぶ権利がある。その1、女は夫を選ぶこと。その2、男は女に選ばせること。その3、意に反して女を犯した男は死罪に処する。以上をナスラ選択法と定め、男女に課する。返してはやれないが、せめてお前たちの心がこれ以上傷つかないことを祈っている。
ふざけないでよ。じゃあさっきのは何だったの？あのものはあれだ。何よ？頭の病気なんだ。かわいそうなやつだと思って許してやってほしい。な、つまり男からは手出しができない。お前たちは選ばれるのではなく選ぶ立場にある。話は分かったわ。それで私たちはずっとこの部屋に閉じ込められているのかしら？いや、好きな時に外出して構わない。私たちを自由にさせておくの？この館を中心とした塀で囲まれた第一区には選ばれた者しか入れないようになっている。当然狼藉を働くような愚か者はいないから安心してくれ。安心ね。あの男は忘れてくれ。そういえば自己紹介が遅れたな。俺は15代目ナスラ王のトーヤという。この者は政務補佐のノールと申します。以後お見知りおきよ。
そしてあれは軍事司令官のスレンだ。覚えておけ。最後にお前たちには3人組になってもらう。なぜ？それは東野様、それは今言うべきことじゃないだろう。女たちを無駄に怖がらせるだけだ。そうだな。檻を見て俺から話そう。一度に言われても混乱するだろうしな。では後の詳細はこの者たちから聞いてください。お前も出ろ。俺はあいつに用がある。あちらはないそうだ。ほら、行くぞ。チさらったんじゃない。私たちこれからどうなるのかしら。ことだ。なぜ俺が連れてきた娘に眠り薬を嗅がせた。あれでは目が覚めた時に混乱するではないか。男性とはおかしなことをおっしゃいますね。彼女の身を守るためですよ。守るだと？ええ、彼女は随分と勝ち気な女人だという報告を受けています。移送中にまた暴れでもしたら
また彼女の身が危うくなるでしょ。だから彼女の身を守るために致し方なく薬を用いたのです。お前こそおかしなことを言う。はて、理にかなっていると思いますが、お前が外交の時以外で女人の身を気遣ったことがあったか。どうでもいい人間など肉が詰まった袋としか思っていないという暴言まで吐いたかつての口はどこに行ったのだ。私も人間ですから、たまには気が変わる時もありますよ。そんなに情緒が不安定ならお前が眠り薬を嗅ぐべきだな。とにかく俺が言いたいのは、あの娘はもしやお前にとって利用価値の。ああ、俺はいつまで待っていればいいんだ。入室の許可も挨拶もなく入ってきたのですから、当然朝まででもお待ちいただけるのかと思っていました。すまないな、どうしてもノールに聞かねばならないことがあったのだ。謝る点が違う。お前なぜあんな奥にまで入ってきた。俺が事前に聞いていたのは、第一防衛点より先からは入らないって作戦だったと思うんだが。それはお前がオートに入るのは渋々承諾した。だがあんな奥にまで進軍するだなんて聞いてない。言えばあなたは止めたでしょ。